タンタララタン。はい、ではやっていきましょう。次、アニエスの相談事。アニエスとレンちゃん。アニエスが相談したいことがあるらしい。どうやらレンについてのことのようだが、はあ、時間があるなら相談に乗ってやってもいいかもしれないな。なんだろう、学芸祭の話かと思ったけど違うか。はい、あ子猫のマーク、いつものパソコンかな。はい、これで機材の手配は完了と。なんだろう、機材、ああ、楽器屋さんの話か、本当に。ああ、アルベール君、休日に悪いわね。この間の会議の資料だけど、オデットにも確認して、こっちに送信しておいてもらえるかしら。それじゃあ、よろしくね。お土産は楽しみにしててちょうだい。はい。そうだ、あの業者さんにも一応メールを、バカンスに来て、かなり忙しくしてるね。この際、関係者の来賓スケジュールもまとめておこうかしら。すげえな。なるほどな。さっきの作戦でなんとかいけるでしょうか。何しようとしてんの？お前の頑張り次第だろ。なんだろう、休ませてあげようとかかな。レン、ここにいたか。あら、バンさんにアニエスも何か用かしら。よかったら先輩もビーチで一緒に。おお、そういう誘い？相変わらずのパソコンがね、なんか昔のタイプライターみたいな丸いボタンやね。普段なかなか先輩とこんな風に過ごすタイミングもないですし、気持ちは嬉しいけど、まだちょっとやることがあってね。片手間のお茶会程度なら、おお、押すね。今すぐ急ぎでという仕事じゃなかったはずですよね。本当に必要なら後で私も手伝いますから、どうか、ぜひ。息抜きさせてあげようってことだね、これきっと。わかった。少し息抜きにしましょうか。決まりだな。そんじゃあ着替えてビーチに集合と行こうぜ。なんかまた。ああ、そのためのバレーのやつか。ビーチバレーか。ずいぶん久しぶりね。なんだ、経験あんのか。そうなの？嘘。クロスベルのミシェラムのビーチに知り合いの家族、ヘイワースケと行ったことがあってね。知り合いの家族っていう言い方するんだ。ハロルドさん。あの時はコリン、小さい子も一緒だったからお遊び程度だったけど、コリン君はお母さんにだよね。で、レンちゃんはハロルドさんにだよね。ああ、今俺さらっと言っちゃったけど大丈夫かな。さらっと言ったけど、過去作未プレゼンのはネタバレにならんか。あれ、お父さんは気づいてんのかね、レニ。それをもって私と勝負がしたいなんてアニエスが提案するなんてね。その息抜きにはもってこいかなと思いまして。普段から溜まってる生徒会長への不満をぶつけるのにもな。違いますから。あら、うちはどこかのバイト先より良心的なところだと思うんだけど。定期的にお茶会を開いているし、お菓子は食べ放題。マジ？何？そいつは羨ましい。じゃなくて。こうしてビーチに出てきた以上は付き合ってもらおうか。あ、スタイル抜群！まぶいわ。ちょっとくらいならいいわ。終わったらすぐ着替えて戻らせてもらうけど。しょぼーん。でもビーチバレーをやるならもう少し人数が欲しいわね。お、追加する？おいおい、レティー。ってなっちゃうよ。ならうちも待ててもらおうかな。おお、ダイナマイトボディ。消したの？おいおい、もう一人は適当に捕まえようと思ってたんだが。ならええやないの、面白そうやし。おお、いい表情。レンを任したる機会やなんてなかなかないやろしな。消した対決。あ、元経営者だけどね、レンちゃんは。はい、言うじゃない。自分が負けることは考えてるのかしら。ふんふん。なんだかややこしいことになったような。面白そうだし、いいんじゃねえか。そんじゃあ、組み合わせを決めるか。はい。はい、こうしてビーチバレーの経験や運動神経といった要素を考えて話し合い、バン&レン VS アニエス&ルクレツィアという組み合わせになるのだった。うん、まさかこんな組み合わせになるなんて、まあ妥当じゃないか。戦力で言ったら。はい、案外バランスやない？それとも、裏解決屋の2班と組みたかったんかな。おっと、あ、赤くなった。ごめんなさいね、アニエス。バンさんを私が取っちゃって。別にそういうわけでは。いや、組みたかったんだろうな、これ。お、ケツの食い込み力はやば。はい。微妙に予定と違っちまったが、いいだろう。せっかくだし、やるからにはガチの勝負といきたいところだな。勝った方は負けた方に何でも一つ命令できるってのはどうだ。あアニエスが。ねえ、緊張感ってそうやし、レンと裏解決や犯人言うこと聞かせやなんてゾクゾクするわ。こっちのセリフだわ。あんまり教育には良くなさそうだけどでもアニエスはあんまりこういうのは好きじゃないかしら。ちゃんとね、アニエスの心配もしてくれてる。いえ、私も本気でいきます。よろしくお願いします、レン先輩。なんかもう普通に裸に見えてきたわ、俺。そうなら決まりね。いつぞやの。やるからには全力で頑張りましょう、パンさん。おいおい。絶対勝ちましょう、ルクレツィアさん。おー、やる気やね。ほな、始めようか。はい。こうして、ビーチバレーの勝負が始まった。最初は和やかなムードだったが、徐々にヒートアップしていき。あ、いいね。よっと。はい、あらー。反応できんかったか。なんつうスパイクだ。ちょっとこれバッグのこの格好、なんか素材に使えそうだな。取っとこう。さすがレディーね。トスがええとこに来たからな。さーて、こんなもんやあれへんよ。だっちゅうの。すみません、僕おっさんなんですはい、頼りにしてます。こうかしら。あれアウトじゃないの今の。アウトか。残念、ギリギリアウトね。とかったもんね今のね。どまい、切り替えていけ。ケツ。ルクレツィアさん主体でなんとかこのセットは取れそうですけど、レン先輩でも失敗することがあるんですね。そらそうやろ。経験ある言うても慣れてへんみたいやし。てやけどここからはそううまくはいかんやろな。はい、それはどういう。はい。うわー、目が結社の顔になりました。ほな、次のゲーム行こうか。何？こうして1セット目はアニエスたちが先取。しかし2セット目は一気に雰囲気が変わった。本気？今だ、行け。こうね。はい。おい、これは入った？はい。ほら、言うたやろ。そっかそっかそっか。ルクレツィアたちがなんかするわけじゃなくて、レンちゃんたちが。長いウォーミングアップがようやく終わったかよ。大体つかめたわ。解析完了みたいな。はい。さっき割とは全然。あの子の天才たるゆえんやね。まさにあらゆる状況、環境に。楽園でもそうだったな。そういう環境に適応してたからね。1セット目のうちの動きを観察して完全に取り込んだってところかな。はい、ただ頭がいいだけじゃない、本物の天才というわけですね。分かっていた気でいましたけど、本当にすごいです、レン先輩は。でも、いえ、あなたばかりに頼ってばかりじゃダメだと思いまして、私も全力で食らいついてみせます。その息や。どうなるんだこれ。その後覚醒したレンガルキュレツィアをも抑え込み、バンもフォローする形で2セット目を奪取。勝負は最終セットに持ち越しとなった。第3セット、いよいよ最後だな。今のうちに何をしてもらうか命令を考えておかないとね。負けませんから、最後まで楽しませてもらおうかな。はいよっと、それそこよ。あ、レンが決めたかな今。さらに白熱していく最終セットは両者譲らずに最終局面へと進み、次のゲームを取った方が勝利という状況までもつれ込むのだった。そしてはい、上がった。こいつはおマジかよ、まさかの伏兵。負けちゃった。やれやれ、お見事です。15対14。この勝負うちの勝ちやね、うちらの勝ちやね。なんだっけ、ああいう技なんて言うんだっけ。なんかそういうあったよね、技名に。実際あれかな、漫画の中だけか。最後のやられたわね。まさかアニスが決めてくるなんて、いやまさかだね。最終ゲームまでレティ中心で試合を組み立てていたのに。そうやってうちに意識を集めとけば最後になんとか裏が欠けるかも言うてね。はい、そのうまくいくかは完全に賭けでしたけど、バンさんと先輩を超えるには正面から行ってもダメかなって。大したもんじゃないか。裏解決やての経験も含めての成長ぶりでしょ。勝者は敗者に一つだけ命令できる。さあ遠慮なく言ってみてちょうだい。何でも聞いてあげるわ。今後の友情を壊さないレベルでいいなら。最後に決めたのはお嬢藩の作戦やし、権利はそっちが使うてもいいよ。はい、どうすんの。なるほど、そうきましたか。蓮先輩、生徒会のお仕事をもっと私たちに分けてください。先輩はいつも一人で仕事を抱え込みすぎです。学芸祭が近づいて準備が本格化してきたとはいえ、島に来てからもリモートで仕事をしていますし。先輩が何でもできる天才なのは分かりました。学校でもそれ以外でも全部一人でこなして、アラミスの事件でもフォローしてくれて。でも私はオデットもアルベール君も同じ生徒会のメンバーです。先輩が一人で抱え込むことなんてない。私たちだって先輩を支えられるはずです。だからもっと頼ってくださいね。いいね。なるほど、それを言いたいがためにビーチバレーに誘ってくれたわけね。ま、お遊びとはいえ本気を示さないとお前さんも分かってくれなさそうだしな。黄金町が来たのは予想外だったが、おかげでいい勝負にもなったし。嘘やろって、まさか事情を見抜いた上で乱入してきたのか。さあ、何の話やろね。なるほど。ありがとう、アニエス、バンさんにレディも。命令なら仕方ない。アニエスやオデットたちにももっと耐えると約束するわ。ただし、その分大変になるのは当然覚悟してもらうけど。はい。先輩、はい、望むところです。よかったね。なるほど。なんとか探ってみないとね。あのおじさんの企みも。いやー、ルクレツィアはなんで、てかそもそもね、何も言わずに多分言ったっぽいんだよね。どこ行ったか知らないって言ってるってことはさ、レディ。いや、ここら辺マジで気になるわ。その後、レンがちゃんと遊びに出るのを見送ってから仲間たちと合流して行動を再開するんだった。今普通にレンちゃんで言いそうになった。後輩にこんなに心配をかけちゃうなんて、先輩失格ね。ありがとうアニエス、バンさん、レティもちょっとはね。もっと先輩の助けになれたらとずっと思っていましたこれもバンさんのところで少しは成長できた証でしょうか。なんか今回ね、コネクト終わった後セリフ長いね。面白い面白い。レンも上がった。うん。はい。なるほどね。面白かったわ。あ、そろそろ1時間、収録が1時間ぐらいになるかな。よし、一旦ちょっとここで休憩を入れよっかな。ちょっと喉を潤してくる。いやー、面白いわ。セーブも一回入れとくか。はい、ちょっとね、休憩してきました。はい。ではね、続き、やっていきましょう。次が、スーちゃん、なーちゃんと、で、あとはエレインとシズラだね。うん。はい。では行きましょうか。珍しい喧嘩。うん。表には出さないが、スウィンとナーディアがどうも微妙な雰囲気になっているようだ。はい。あの二人にしては珍しいな。一応気にかけておいた方がいいかもしれねえ。うん。え、本当に喧嘩してんのかな、これ。はい。では行きます。どういう内容だろう。なんかすげえ、なんかしょうもない理由な気もするけど。はい。バンたちは島の散策をあ、これいつもでしょうか。どうせなんかバカップル的な感じじゃないのはい。スーちゃんはなぜそんなことを言うの？はい。ああ、冷静に考えろ。島を調べるなら別々で行動した方が効率がいい。だいたい偵察に行こうって言い出したのはお前だろうが。ああ、二人っきりになりたいとか？はい。言ったけど、偵察と書いてデートと読むのは読まねえよ。無茶を言うな。そもそも本当にバカンスに来たんじゃないのは分かってるだろう？なーちゃんはなーちゃんでちょっとね、なんかバカップルっぽい感じの、あれだけど、でもスーちゃんはスーちゃんでちょっとね、なーちゃんのことをね、もうちょっと気遣ってあげてもいい気もするな。はい、分かったけど、これは戦略的休息だもん。はい。世間はそれをサボりと言うんだ。だいたいこの前も、ああ。まあ、喧嘩っちゃ喧嘩か。で、バン君が見てると。はい。やれやれ、思った以上にこじれちまってるな。ナーディアのわがままはともかく、スインのやつが軽く流せないでいるとは。ああ、アラミスではいろいろあったみたいだが。そうだよね、一瞬でもね、スーちゃんが死んじゃったかもってナーちゃんに思わせちゃったしな。はい、今そんなこと言わなくても。はい、スーちゃんのわからずや。ああ、ほんと結構喧嘩してんな。そっちこそ、少しは大人になれ。はい、仲裁です。ストップ、そこまでだ。はい。バンさん、ちょうどいいところに、乙女心がわからないスーちゃんに何か言ってやってああ、言ってやれ。え、これどっちの肩持つのこれ。正すべきはいつもだらしないお前の姿勢だってな。うん。はい。二人ともだ。こんなところで偵察がどうだの騒いでんじゃねえ。あ、確かにね。少ねえが、一応他の観光客もいるんだ。うん、ご夫婦とかね。解決屋が裏稼業ってことを忘れてねえだろうな。ま、旅行に喧嘩はつきものだ。え、つきものだろ普段溜め込んでたもんが爆発すんのもな。とはいえ、このまま大人に咎められて、はい、終わりってのも納得いかねえんじゃないのか。どうすんの？はい。あ、かっこいい。あ、なんか最初の黒ワンのね、なんかオープニングの最後らへんを思い出す。わかる？みんな。せっかくのバカンスだ。仲直りも派手に決めなくちゃな。なんだろう。お？なんだそれ。茶液？ではこれより第1回（かっこ2回目の予定はありません）アークライド解決事務所水鉄砲合戦。あ、箱壊すかと思ったら、あ、そういうことか。うん、両側にいるね。ちゃんと男性陣女性陣って感じ。はい、男子チーム代表選手スイン様、アーロン様、カトル様。わあ、うわ、こっちはもう花があるな。もうピンク色だな、みんな。色的にはほらあれだけど、もうそういう意味じゃなくて。女子チーム代表選手ナーディア様、アニエス様、フェリ様。はい、両チームの監督責任者はそれぞれバン様、ジュリス様。審判は私、リゼット・トワイニングとフィオ様で。お、フィオも入るのね。うん。どうしてこんなことに。面白いからいいんだが、血は喧嘩に付き合わされるのはな。そうだな。ここまでこじれたのは何年ぶりか。ああ。最後にこじれたのは何？どういう時？はい。何がスーちゃんなんか知らないもん。いや、またまたそんなこと言って。うん。おめえは相変わらず頭良平だなって。いいキャラしてるぜ。はい。怪我とか周囲のフォローは、俺とジュリス、うん、監督が担当するから思いっきりやりな。ちなみに、負けたチームの監督が全員にかき氷をおごることになってる。うん。聞いてないわよ。まあ別にいいけど、もう金は持ってるやろ。はい、どっちも正々堂々、怪我のないようにやりなさい。先ほどの説明通り、被弾3回までの生き残りルール、相手チームを全員リタイアさせた方の勝利となります。うん。被弾チェックは審判、両監督、フィオ様で公平に。なるほど。うん。それではスタートの合図をいたします。皆様どうぞ位置についてくださいませ。これなんか選択とかないよね。はい、行くよ、スーちゃん。乙女のパワーを思い知らせてあげる。ナーディア、わがままはこれまでだ。これに懲りたらおとなしくしてもらうぞ。それはそれで寂しくなんない？スーちゃん。はい、それではゲームスタート！さあ、なんか専用モーションとか。ガーフェリちゃん、おーとか。あーなるほど。アニアス？ああ、だな。最初に消えるのはアニアスか。普通にスーちゃん、なーちゃんが残っちゃう感じ？おっしゃ、あいつらを一体集めた。うん。当たったら離脱じゃないんだ。なんかドッジボール的な感じかと思った。え、マジ？なるほどな。頭脳ではなんだ、こっちの勝ちか。頭脳は女性チームの方が上。あ、ここから戻った。うん。注意力が足りないね。鈍ってるんじゃない？この絵いいな。はい、もらいました。いただきました。お前だったら、そろそろ的確な作戦を立ててくると思ってた。うん、当然。これだよ、スーちゃん。なんかお互いのことよく分かってんじゃねえか的な感じに収まる、これ。そういうパターンかな。はい、その後も遊びとは思えないほどにゲームはヒートアップしていき、男子はスウィンの音響と奇襲、はい、女子はナーディアの知略を軸として、見応えのあるバトルが繰り広げられた。やがてアニエス・カトルが脱落したことで、戦いは加速し、ついに、どういうルールこれ。待って。ごめんね。あ、被弾3回ね。はい。うん。あう！あら。女の子に水鉄砲ぶっかけてみたいんだけど。絶対一生の思い出に残るワンページになりそうだ。はい。どうなるかな。アイコでもあるんじゃねえの。燃える展開ね。うん。ジュリス大丈夫それ。なんか見えてね。さーて、どうなるか。行くぞ行くよ。あ。相打ちと予想する。やはりそうどっちが上かなんてやっちゃダメだもんね、この場合ね。うん。第1回アークライド解決事務所水鉄砲学生の気が引き分けです。でもそこはさ、フィオちゃんのなんか能力とか使って、ね、ほら、コンマ1秒でも先にこっちの方が水当たってたよとかそういうのないの？なんかできそうだけど、さすがに完全に 0.1 秒の差もなく同時は無理だと思うんだけどな。はい、やっぱりすごいと思ってな。こんな遊びにあんな計算と知略で挑んでくるとは思わなかった。こっちのセリフだよ。本気で隠れて裏をついてくるなんて。つーちゃんって意外と大人げないよね。おめえが言うな君が言っちゃあかん。そういうお前は意外でも何でもなく大人げないがなくさ常にってことか。もう15歳、今年は16歳になるんだから、もっと年相応の。はい、もうすぐまだ15なの？え、マジ？アラミスとか言ってるからもうなんか17ぐらいかと思ってた。うん。そういえばなんで勝負することになったんだっけ？さあな、忘れた。うん。まあいいきっかけだったか。バン、一応礼を言っておく。おかげで少し気も晴れた。そりゃよかった。ま、俺は見ていただけだがな。うん。ほんとおせっかいな人だよね、パンさんは。でもちょっとだけずるいかも。おう。だな、お！手を汚さずにうまいこと丸め込まれた感は否めない。どうする？同じくらいびしょ濡れになる程度は付き合ってもらわないと割に合わないな。それは確かにちょっと動画から、所長さん。あ、まあこれも慕われてるってことなのかな。せっかくの機会ですから、バンさんたちも混ざってほしかったです。お、第2回やるか？ないって言ってたけど。延長したずらして、見守るスタンスもここらで終わりでいいんじゃないか？って、私たちまで？おい、揃いも揃って、こんな時だけ意気投合してんじゃねえはい、年貢の納め時。うん。はい。その後、年長者組も混ぜられて、今度はバトルロイヤルのような形になり、全員びしょ濡れ、砂だらけになるまで水鉄砲バトルを楽しんだのだった。なんだか馬鹿らしくなってきたな。せっかくだし、もう一戦やらないか。今度はスーちゃんと同じチーム。なあちゃんたちのコンビは最強なんだから。お幸せに末永くお幸せに。なるほど、なるほど。あ、本当に喧嘩してたんだな。一応は。うん。まあ、これほどね、なんか終わった時にどうなるかが分かりやすいコネクトもないな。絶対に仲良くなるってのは分かってるよ。まあ、そうじゃなかったらね、なんか微妙なままこうなっちゃうもんね。はい。ちょっと待って、ね、今ので結構変わったんじゃない？だって、エレイン入れといて、今関わってない人誰？みんな関わっちゃったか。それで、スーちゃん、なーちゃん一旦外して、ちょっとマラソンに違いがないか。変わんないね。で、フェリア？変わんないか。で、レンちゃんは、あれ？あ、レンちゃんここに追加されてんじゃん。いつの間にか。この後、サンゴ礁見に行くらしいわね。はいはい。うん。あ、気づいたらレンジここにいたわ。俺はみんな変わらない感じ？君たち変わらないよね。うん。うん。これは変わりなしかな？ああ。これね、これ多分さっきのコネクトのね、前の話したらこれだろうね。うん。変わんないね。よし。で、他のキャラクターも別に変えなくていいかな。待って。次が、ラスト。エレインとシズナか。じゃあもう先に、エレインとでもシズナはいらないか。じゃあこのままでいいか。スーちゃん、なーちゃんだけ入れ替えといて、はい。エレインは置いときます。うん。あ、違うわ。ごめん。マラソンやるから外すんだ。はい。OK です。では、最後のコネクト行きましょう。エレイン・オークレルとシズナ・レム・ミスルギ。はい、乙女と牽制。不動からこっそりと相談があった。どうもエレインとシズナが一触即発。そうなの？面倒極まりないが、一応切りかけておくべきか。もうこっちの方がよほど喧嘩っぽいぞ。はい。こんな感じ？うん。バンたちは、あ、ごめん。これも一緒だ。うん。ついつい文章があるとね、口に出して読みたくなっちゃう佐賀だ。ああ、東屋のとこか。はい。いい加減聞かせてもらえるかしら？ハグ銀の牽制。この黒い服もいいよね。イカルガの裏での怪しげな動き。コートで彼らは裏解決屋と敵対した一件についても。おー。かっけえな。ん？そう怖い顔しないでよ、剣の乙女。そっちは最終的にはバンに協力したんだし、ああ、むしろそれも気に食わないのかな。うわー、煽っていくスタイル。のらりくらりと、このままじゃ拉致が開かないわ。名高き牽制、どうやら最初からこうするしかなかったみたいね、ぬくんすか。はい。そう来なくちゃ。ここからは剣士同士の話し合いだ。殺し合いじゃなくてこれバンクかな。だー、ストップだ、ストップ。お、ジンさん、あれそういえばジンさんって今までどこにいたっけ。シェリトさんたちと喋ってたんだよね。うん、全然もうちょっと存在薄かった、ごめん。はい、バン、ジンさんまで間に合ったか。ったくこんなところで物騒な剣気を勝ち合わせてんじゃねえ。はい、バルターじゃあるまいし、少しはこらえてほしいもんだが、まだオーナーの目的すらわからん状況だ。無用な死闘はやめときな。うん、至極もっとも。死闘では、いえ、そうですね、少し冷静さを欠いていたみたいです。はい、しまって。残念。噂の乙女の剣測るにはいい機会だったんだけど。うん、私ではいつでも生きてたずよ。いい感じにたくぶってきたことだよね、私ね。ダメだ、何人かムクロと化しちゃうから。ええ、いずれまたそう通しましょう。うん、機会はそう遠くないかもしれないけど。苦戦かな。もう、おお、バチ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 、もう何でもかんでも苦戦に見えちゃうわ。はい、もともとギルドでもマークしてたのが、コートでの一件を聞いて火がついたようでな。牽制も面白がって煽って今に至るか。面倒極まりねえんだが、放っておくわけにもいかねえか。はい、何かいい考えでもあるのかな。あくまで血を流さない方法で私たちのガス抜きをできるような。ああ、なんか毎回、もう今回のコネクトこういう系ばっかか。手掛けに読んでんじゃねえまたなんかゲームやんの。一体どういう。で、今バンの心を。うわ、だからこいつよあー、羨ましいのかなだからやめろっつうの。ああ、面白い。こんなリゾート地まで来た以上、もっとふさわしい白黒のつけ方はあんだろう。うん、とっくに手配はしてきた。二人ともついてきな。おお、今度は何だ。いつ以来だ、バイクレースって。なんか千の奇跡のね、イメージがすごい強いけど。はい、これバカ言ってんの。さあ、というわけで注目のイベントの始まりです。剣の乙女 VS 白が、白金の剣聖。島を一周する水着姿でのバイクレース。ここでしかお目にかかれない白熱のバトルを見逃すな。無夫婦なアクシデントがもあるかもしれないぜお前そういうこと言うないわよ。ポロリスか。どうしてこんなことに。ああ、いいな、水着でまたがってんのもエチエチですね。っていうか、なんで水着でだってる。お、それは誰の提案だ。あ、なるほど。あ、じゃあ全部抜いた方がいいんじゃないかな。空気抵抗を考えるとお互い同じ格好の方が良さそうだからね。あとはまあ、その方が面白そうだったからかな。おー、エンタメ性を分かってますね盛り上がりどころを分かっていやがる。これも缶の目ってところだなこれはもう一方的にエレインがペース崩されてるな、これ。うん、はいと言いつつ、ちゃっかり来てるあたり真面目だよね。うん、いや、バン君がいるから見せてあげたいってのがあるんじゃないかなって。動力バイクも弟弟子が、はい、リンクだね。リンクが乗ってると聞いて、何度か試して乗ってみたことあるんだよね。ああ、そうなんだ。レースは初めてだけど、なかなか面白そうだ。うん、あなたはあなたでノリノリだし。ま、剣士としての矜持もあんだろうが、遊撃士の仕事はそれだけじゃねえだろう。牽制と白黒をつけつつ、違った視点から島をもう下見できる。うん、一石二鳥じゃねえか、確かに。ちなみに、ギャラリーの安全確保は殿下たちや解決屋の助手たちと手分けしてな。この機会に存分にやり合うといいさあ、ジンさん、確かあなた女好きでしたよね見たいのではね、グランセルのね、王城でね、カノーネに対してなんかやったよね。まあ、あれは演技だったけどね、寄ったふりして。はい、持っておきましょう。うん、お手柔らかにお願いするよ。コースはさっき伝えた通り、この島全体、半時計回りに2周して先に戻ってきた方が勝ちだ。それじゃあ早速レースを始めるぜ。両者位置につけ。はい、これはどっちが勝つか予想できんな。なんだ、実力的にシズナの方が強そうに見えるけど。はい、こうしてエレインとシズナのバイクレースが始まった。はいはい、甘いよ。コーナーで差をつけろ。おーっと、牽制が一気に過ぎたった。なんだ今のは。あ、塗っちゃったかカイル君たちいいギャラリー。あんなの見たことない。すごい、バイクであんな動きをするなんて。完全に人間を超えてるね実はこれも伏線だったりすんじゃねえの。俺あいつ人間と思ってないからな。外の断りから来た人だと思ってる。くく、うん、始まったばかりだ。もっと楽しもうよ。うわ、すげえとこ取るな。さあ開始。うおバンクガタガタ。2人のしなやかな死体が今躍動する。シャッターチャンスを逃すなちょっと顔が絡めてるああ面白い。ああショートカット、いいの？ルール違反じゃないの？そんな、うん、うまく近道できたか。缶の目による地形把握が。さあ剣の乙女、ここからどう巻き返す。もうノリノリですねバン君缶の目卑怯じゃない。色気とともに流れる汗も美しく輝く。アクシデントにも期待できるかお、期待答えてみる？答えないわよ。ダメだよ、あ、もうセロが変わっちゃうよ。 R18 って言っちゃうと。1周目は白金のがリードか。はっ、次がファイナルラップだな。どうなるんでしょう。はい、いやこれ読めない。これアイコンになるとも思えないしな。2周目ファイナルラップも終盤戦となり、エレインも差を広げられないよう必死に食らいつくが、やはりシズナがリードしすぎなかった。うん、そして最終盤、うん、おお、これバンクはどっち。おお、ルパンズさーおお、ここで剣の乙女が逆転。一気に前に躍り出る。ん、そんなルートか。はい、あなたを抜ける唯一のね、このまま目指してもらう。マジでアイコンなんの？エレイン勝つんだ。はい、ゴール。勝ったのは剣の乙女、エレイン・オークレール。永久遊撃士の意地を見せつけました。これにてレースは終了。皆様楽しんでいただけましたか？機体の決定的なアクシデントがないのは残念でしたが、まさに大興奮のレースでした。いろいろな意味でいいものを見せてくれた2人の健闘に大きな拍手をはいなるほど、エレインが勝つか。残念、あんな形で裏をかかれるなんて。鍵は1周目私の缶の目に嘘の限界を覚え込ますわけだね。お、どういうこと？缶の目に嘘の限界。ああ、なるほど、エレインの力を見誤らせたってことか。ああ、出るなんだ。うん、誰かさんがやりそうな裏技を絡めれば、ははは、それにかけただけよ。お見事だ剣の乙女殿。ここ最近の首都での経験も生きたみたいだね。いろいろ知ってんのかな。私もまだまだだね。もっと精進しないとそれ以上精進するつもりかよ。やれやれ。確かにな。これでエレインも少しは息抜きできたんじゃねえのか。そうね、少し気を張りすぎていたのかもしれない。今やるべきことは他にある。彼女にとらわれすぎるのは良くないか。私としてもそうしてくれるとありがたいかな。君の件にも興味はあるけど、それはまたいずれということにしよう。その時は全身全霊で挑ませてもらうわ。はい、やれやれ。一件落着だな。助かったぜアークライド。何、俺もいいもん見れたからな。それじゃあとっとと撤収と、はい。今回もなんか許されんの？それはちょっとフェアじゃないんじゃないかな。そうね、こんな格好させて好き勝手に実況で楽しんでおいて。めちゃ楽しんでたよね。え、あなたも少しは付き合わなければ、それこそ筋が通らないでしょ。言っておくけど本当に恥ずかしかったんだからね。はい、かわいい。今度は3人で勝負といこうか。もちろん正々堂々全力でね。ちょっと待て。いくらなんでもお前らと競り合うのは。さようならバンアークライド。黒の奇跡、これにて完結です。すまんな。この際とことん付き合ってやってくれや。じいさんもだぞ。はい、こうしてダメ押しにバンも参加した水止めレースが最後に繰り広げられることになり、エレインとシズラの息の合った連携により完膚なきまでに叩きのめされるバンってやった。ああ。剣じゃなかったのは物足りないけど、おかげで目いっぱい楽しめたかな。バンにも一泡吹かせられたしね。だけどいずれ剣でも挑ませてもらうわ。なるほどね。はい、やっぱりシズラのね、なんか水着見れば見るほど本当にね、なんかラウラの水着のね、色違いに見えるね。はい、いやこれもねなかなか面白かった。いろんな意味で。クソ、ポロリなかったか。見せないまでもそういう描写がね実はあったとか、そういうのがあってもいいんじゃないかな。変わらないか。じゃあエレイも変わらないか。変わらないね。よし、じゃあメンツを、待って、メンツを戻しまして、俺誰だっけ、アロだよね。はい。じゃあこの4人でね。はい。というわけで、コネクトとマラソンでアクティビティも全てこれで終わりました。というわけで、次は、これだね。昼の行動を終了する。なんか夜になんかもアクティビティあるって言ってたね。これ楽しみだ。はい、じゃあ次はね、メインストーリーの方を進めていきましょう。では一旦セーブいたします。はい、お疲れ様です。いやー、面白かった。面白かった。61時間になりそう。はい、セーブします。